よいたろニュースチャンネルです。今回はですね、そんなのがあったのかということで、島左近の兜があったということなので、その記事と関連性と合わせて紹介していきますので、よろしくお願いいたします。はい、まず記事はこちら、中日新聞からですね、島左近の遺品公開、久能山東照宮博物館とあります。はい、記事を読みます。関ヶ原の合戦で敗れた石波綱の重臣、島左近の金糸脅し兜が静岡市駿河区の久能山東照宮博物館で展示されている22日まで、10日余りということですね。はい、で合戦があった9月15日に合わせて3年ぶりに公開した。ああ、そういうことなんですね。はい、去年とか今年は公開したかったんですが、はい、学芸員の宮城、島之さんによると、現存する島左近の遺品は少なく、兜も唯一。兜は徳川家康の家臣、戸川光康が島左近を討ち取った際に持ち帰ったとされ、1915年、大正4年に、徳川家から東照宮に奉納された。宮城島さんによると、博物館所蔵は家康が率いた東軍の遺品が大半を占め、西軍の女の珍しいもの、それもそうでしょうね。はい、で当時は武将の頭の大きさや信念で兜をデザインしたといい、前面に仏具が施されている。これがおそらくその何か仏具ということなんでしょうね。はい、仏が保護されている。宮城島さんは信心深い人だったのでは、教科書にはあまり載らないので、来館して見てもらいたいと話した。入場料は大人400円、小中学生150円だそうです。そう、これですね、シンプルな感じなんで、おそらく色とかもかなり剥げてしまっていて、こんな感じになっています。ただ、この脅しというこの兜のこれですね、ここの糸なんかはこういう色になっているので、おそらく紺糸脅しということになっているんですが、おそらくこの中のもうちょっと綺麗な色が塗られていたのではないかなとは思います。で、これがおそらく仏具、どんな仏具なのかちょっとわからない、仏具なんだということです。で、ここに、こうですね、兜のクワガタがこんな感じであったのか、もしくは、おそらく何かこう差し込む形でクワガタがあったと思うんですけど、それは今はなくなっているということなんだそうですね。はい。由来としてはこの徳川家康の家臣である、戸川道康が島さんが落ち着いた際に持ち帰った。で、戸川家代々伝わるものなんだったということなんでしょうね。はい。そういうことは、それがあったんだということなんですね。確かに、敗れた側ですから、そういうような遺品が残るというのはなかなか難しいことだと思いますが、ただ、兜が残っていたのはなかなか、面白いものだと思います。はい。こちらですね、東照宮の博物館はこんな感じでホームページであります。こういう感じですね。いろいろ、これですね、御朱印帳ですとか、あと、統計集合プロジェクトですとか、そういったものですもやってますし、はい、こんな感じですね。はい。で、それでですね、これですね、島左近、清木所有でしょうか、公民党の石川で特別展示の幸せというこれはこんな感じです。はい、こんな感じですね。これがちょっと角度しますが、やっぱり、なんかここにクワガタを差し込むような感じになってたのではないかと思いますね。やっぱりでも、錆びたり剥げたりしてましたけど、もうちょっと当時は色が鮮やかなのだと思いますね。こんな感じです。はい。この頭の大きさ何センチだったかちょっと気になるところですね。どんな変化なんでしょうか。はい。一応ですね、僕の高校こんな感じで、展示リストという感じで、ガーッと色々出てるんですけれども、ふーっといきますとですね、これですね。はい、金糸脅し兜。伝ですね。伝島左近の後ろ。つまり、島左近が使ったと伝えられてますよという表記がされています。でも、確実に島左近のものだとは、断定はされてないんです。あと、そういうふうに伝わってますよということなんだそうです。その他にもこういう感じで、いろんな書状ですとかですね。こういう感じで、やっぱり武具ですとか、具足とかそういったものですね。あとは、この辺なんですよ。ですね、これがやっぱり太刀。最近やっぱり刀剣女子ですとか、歴史女子多いですが、こういったタッチなども公開されていますので、歴史に興味ない方はぜひこの東照宮博物館を訪れつつ、この島左近に使ったと伝えられるこの兜ですね、見てみてはいかがでしょうか。はい、翌日にも転載されていまして、コメントが一つ寄せられていましたので、そちらも紹介します。はい、これですね。それが本物なのかどうか確かめる術もないが、戸川達康は元浮田家臣で戦歴は豊富だが、兜があるなら、左近の首を持ってきてるはずだよね、ということで、そういうことなんですね。ほう。ということは、
浮田家家臣だったのが徳川家に伝えあの使え、まあ、変わったということで、まあ、石田三成と戦ったあの、まあ、関ヶ原の戦いで、どうでしょう、関ヶ原の戦いの後なのか、もしくはその後なのか、まあ、ちょっと分かりません。ただ、この記事中に赤嶺の徳川家家臣が島佐賀を討ち取ったということになっていますので、まあ、おそらく、もともと浮田家家臣だったのか、まあ、関ヶ原の前に徳川家に伝え、使い家を変えたということなんでしょうかね。なかなかその経緯も面白いところなんですが、それが島佐賀を討ち取ったということで、この、まあ、首とともに兜を持ち帰った。で、兜がこの徳川家に伝わったということ、流れなのだと思います。はい。なかなか興味深いものだと思いますね。こちらですね。はい。こちらですね、今回紹介してみた記事ですとか関連サイトなどは概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ興味のある方クリックして読んでいただいて、この博物館ですね、行ってみて、この兜を見てみてはいかがでしょうか。はい、今後もこうした形で視聴者などに掲載されている良いニュースですが、楽しい話題皆さんと共有していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回はここまでです。ありがとうございました。